どうも、PO25 です。というところで、シャニマスやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。というところで、前回が日常会だったわけですけれども、本日はですね、普通のあれに入っていこうというところで、本日やっていくのはこちらになりますね。これですね。イベントコミュから、貫禄クエストロメリアやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。というところで、早速ね、ここを読んでいこうと。今日テンポいいね。自分でやってて感じちゃったと思います。行きましょう。貫禄クエストロメリアサイコロ編。今回のお仕事は旅番組。行き先も食事もミッションも、なんと全てがサイコロ任せ。気ままなアルストロメリアジャーニーの鍵を握るのは、3人での KPT。3つのハートで、春色ハッピーベルを鳴らしましょう。というところで。KPT? なんだろう なんだ ?3 人での KPT は読めばわかるんだろうけど。さあ、じゃあちょっと予告の動画の方を見ていきますか。よし。それではお知らせコーナー。天下ちゃん、発表をお願いします。あ、はい。もうすぐ天下たちの旅番組が放映されます。イエーイ。行き先はどこですか？行き先、ロケの時決まってなかった。そう、私たちの運命を決めたのはサイコロ。古き学びよ。行ってみてのお楽しみなんですね。ちゆきさん、待て。待て。いただきます。ください。アユだけは、これだけはちゃんと味わって食べたいの。なあちゃんも、ちゆきさんも楽しくお泊まりしてますように。これ苦手。 KPT 無理。行き先もやることも、サイコロを振って出た目に従う。とってもスリリングな一泊二日。みんな録画も忘れないで。絶対見てほしいな。なんかあれですかね、番組の予告、ラジオかなんかの予告風でしたね。あの番組予告って字幕が出るのは初めてじゃない？しかもあの番組予告が縦文字だったのってさ。でも違うな。でも別にね、まあどうでしょうは、予告は横文字だもんね。いつものあの演者のね、字幕は縦文字ですけどね。もう完全にあのサイコロの旅だと思って読んでるんですけど、だってこんなん絶対なんか監修した人がさ、どうでしょう藩士とかいるでしょ。絶対いると思うんだよなぁ。というところで、じゃあ本日も読んでいきますか。本日はこれオープニングから3話までになりますね。いきましょう。おい、何アルバムの鍵何600個もあるの、初めて気づいた。 KPT の正体がバレてますね。じゃあ早速いきますか。サイコロツアースタートというところでいきましょう。はい、と。ございます。なんかさ、もうこんなこと言われるとさ、なんかもう全部どうでしょうに見えちゃうんだよな。最初のこの、おはようございます、ありがとうございます。あれに見えちゃうんだよな。おはようございます。お、ちょっとログが違いますね。この枠がいつもと、なんかアルストロメリアのマークが入ってるし、たまにね違うんですよね。イルミネのあの2つ目、キャッチザシャイニーテールの次、なんだっけ、あ、違う、いいんだ、キャッチザシャイニーテールでいいのか。あれはね、黄色だったけれども、おはようございます。そういう違いがあるんですね。私たちはこれから一泊二日の旅行に向かおうとしています。晴れてよかったね、天菜ちゃん、天下ちゃん。うん、
しみにしてた。アマネもアルストロメリアで修学旅行って感じだと思って。でもでも、なんとまだ行き先は決まっていません。アマネたちの運命を決めるのはじゃじゃーん、こちらのサイコロです。あ、ダメだこれあ、ダメだダメだこれいるだろ絶対、おいあんなピンポーンって音とともにこの縦画面に縦字幕はもうだサイコロの旅って出ちゃってるじゃん、だってもう絶対いるじゃんこんなん。行き先、食事、ミッションなど説明しようどこに行くんだろうね、こういうのドキドキしちゃうだよね。天下ちゃん、サイコロ振って振って。サイコロの旅、なんか見直してくればよかったね。もしかしたらところどころネタが散りばめられてる可能性あるじゃない行きます。あんまでもサイコロの旅正直そこまで好きじゃないんですよね。なんかやっぱ好きなのはね、本当になんか何が好きだろう。なんか最近さ、その私ドスイオどうでしょう見てる方法がさ、再放送を今やってるんですよ。で、プレミアが今までずっとやってたんだけど、プレミアじゃねえや、間違えた、クラシックがさ、なんかどこまでやってたんだっけな、アラスカぐらいまでやってたんですけど、なんかそっからもう一回プレミアが始まってさ、またサイコロ1からやり始めてんだよね。もうサイコロ1いってっていう。ね。3ってことは、古き学びよ。どこどこでしょうじゃないのよ、もうどこでしょうじゃねえんだよ行ってみてのお楽しみなんですね。こんなにバンバン出てくることある？本当ですか？何が見れるんだろうね、天下ちゃん、楽しみだね。これナレーションの声は聞こえてるんですかね。どうなんでしょうね。まだディレクターが直接喋ってこない分だけね、まあ、若干隠してる部分もありますけどね。うん。ちょっと待ってもさ、いやこれごめん、でも隠す気ないだろ、どう考えたって。いやダメだ、ごめんな、ちょっと今回なんか、あんまし私も詳しいわけではないんだけれども、一応その見てる分さ、ね、こういう話が多くなるかもしんない。ごめん。いや、だってこんなんさ。いや、でもなんかどっかに公式で発表があるのかな。昨日はよく眠れた？もしかして、夜更かししちゃった？ああ、いいですね。いやー、言わないで、ちゆきさん。天野さん、かわいいな。そうか、この二人はそうだよね。一緒に過ごしてるんだもんね。天下ちゃんは悪くないの。天野がゲームしようって言っちゃったの。そうなんだ。へぇ。なーちゃんも悪くない。天下たち、今日の予行演習のつもりで。何、夜更かしかなんか夜更かしを予行演習で一緒、初めて聞いたな。サイコロ使うゲームとか。ああ、だからあれですかね。でも桃鉄ってサイコロ使うの、私わかんない、桃鉄やったことないですね。私サイコロ使うゲームでパッて出てきたのは Wii パーティーのスゴロクあれ面白いよね、なんだかんだ人が集まるとね。一人でやるものではないけれどもねそっか、二人とも準備バッチリにしてきてくれたのね。すごいいいな、千雪さんのこのあれ。それなら天菜ちゃんと天下ちゃんに振ってもらったらいい目がたくさん出ちゃうかもこの場合のいい目って何なんでしょうね
こういうサイコロ方式の旅っていい目って何だと思う？ハードル上げちゃダメ。サイコロは運だよ。アマナたちが準備バッチリにできたのは心構えみたいなとこまでだからね、テンカちゃん。あ、待って、テンカ準備バッチリじゃないかも。どうしたんでしょう。このテンカさんの衣装の時のさ、この帽子めっちゃ好きなんですよね。なんか、お化粧水。お化粧、あ、なに、え、コイト以外に化粧水のことお化粧水っていう人いたんだ。え、テンカちゃん机に用意してたよね。忘れちゃったのかな。うん、そこまでは覚えてるけど。化粧水ってでも買えるもんなんじゃないですか。すみません、天下のバッグ。天下離脱って。別に離脱はしてねえだろ。化粧水。画面外に行くってこと？うん、今日のためにね、お揃いの小さいボトルを買ったんだ。あ、お揃いか。天下ちゃん、あった？だんだんテロップがうるさくな感じてきたな。だんだんテロップがうるさく感じてきたな。やっぱり忘れてた。忘れてたか。名所1通過ってことなんで、名所1通り過ぎたの。なーちゃん、ごめんなさい。まあ3人で新しいの買えばいいんじゃないですか。全然大丈夫だよ、テンカちゃん。アマナのやつ一緒に使えばいいんだもん。足りなかったら私のもあるからね。甘やかす姉二人がいるから。姉じゃねえや。で、アマナさん姉じゃねえんだ。そうだった、テンカさんってアマナさんのお姉ちゃんだった。化粧水は大人の。確かに千雪さんの高かったりしない？そんなことないわ。高そう。すごい警戒されてる。本当にそんなことないの。また離脱してる。天田さん、あ、じゃあ千雪さん、大崎島に化粧水ね、ハーブだけでできてるんだけど。わ、すごい、いい香り。本当だ。お日様がいっぱいの時のお昼寝の匂い。天下ちゃん、素敵な表現。名所にも通過するんですね。アマナたちの、ね、学び屋はどこにあるの？プチプラなんだけど。プチプラってなんだ？お泊り用の入れ物を可愛いやつにしてて。プチプラってなんだ？今取ってくるね。あ、これあれでしょ、どうせアマナさん盛り立つでしょ。名所さんも通過ですね。ほら、これメッセージが来ましたね。プチプラは、あ、安くていいものって意味らしいですね。へえ。これ全然化粧関係なかった。ちょっと待ってください。
あ、ごめんなさい、戻ってきました。お花になってて、天下、好き。失礼します。あ、なんだ、学び屋に着いたのかな。ん？でも、このピンポンって音自体はさ、他の場所でも結構あったんですよ。わかんない、でもあれかもしれないね。なんていうの、この貫禄クエストのメディアがさ、初出かもしれないけど、結構いろんなところでこのピンポーンって音あったじゃん。で、私そのたんびに、これなんかどうでしょうな、あれ似てるよねって言ってたんですけど、本当に、このためだけに作られた、もしかして。イルミネの敬礼といいね。すべて通り過ぎました。何をしてるんだよ。このさ、縦字で、しかもその何個かその、この、なんか、名所すべてじゃなくて、名所すべて通り過ぎましたって、もうなんか、何個か繋げる感じもほぼどうでしょうっていう。これ、だって、すみません。全然気がつかなくて。社内ですね、社内。ちなみに、名所って何だったんですか？巨大大仏、白鳥が見られる沼、あやめが有名な公園。見たかった。大きい大仏だったらまだ見えないかな。名所1結構前に通過してるからね。天下ちゃん頭いい。そうね、そういうことにしておこっか。作られた宿泊施設です。へー。すごいね。観光や合宿、レクリエーションなど様々な用途で一般利用されています。だって。じゃあ中にも入れるんだ。すごい。アマナたちも入って大丈夫なのかな。あ、泊まれるんじゃないですか。ああ、なんだ。ミッション。天下ちゃん、かわいいな。さっきの言い方好きだな。今度はみんなで振ってみよう。さっきの言い方好きだな。サイコロミッション。それじゃあ、せーの。今度の目は1ね。1。1は、ホームルームをしよう。へぇ。なんかごめん、どうでもいいって感じの変な声出してた。さっき、古き良き学び屋の時って何出してたんだっけ、目は。1か、3か4だっけ、あんのかな。3ですね。ちょっと懐かしい。今日は千雪さんもクラスメイトだね。そうですね、千雪さんなく、ちょっと、ホームルームから離れてるんですね。ホームルームから離れてる。ちゆきさんの隣がいいな。これちゆきさんが真ん中案件ですね。アマナもアマナも。あ、でもアマナ、天下ちゃんとも隣にならなきゃだから。確定なんすね。ってことは、どうすりゃいいんだ、その場合は。席、三角にしちゃう？いいですね。いいな、ちゆきさん。それだと先生の方向けないよ。頭が切れるね。ああ、なるほど。あ、一応結構長いですね、今回ね。さあ、
というところで、もうね、明らかちょっとあれのなんか感じがもう感じてますけれども、まあちょっと負けず負けるんだ負けずにね、頑張っていこうかなと思います。じゃあ第1話、キーププロブレムトライというところで、まあ KPT がキーププロブレムトライと、保つ問題挑戦と何でしょう。起立、気をつけ、礼、よろしくお願いします。それではホームルームを始めます。今日は今月の活動についての天名さんがやるんですね。ん？KPT を行います。なんて言ったの？KPT、 あのね、台本ここまでしかないの。天名も何のことか分かんなくって。あー、なるほど。真面目だな、なんかこの番組。真面目だな。分かったけど分かんないよ。レクチャー中、なるほど。これからも続けた方がいいことをあげるのね。なんだろうね、やっぱ仲良くするってことじゃないですか。続けた方がいいこと、あ、はい、何でしょうか。はい、天下ちゃん、あの3人で仕事の日の起きました、にっこり。何ですかそれ。確かに。何ですかそれ。私すっごく助かってるの。起きたことの報告ってこと？あー、気になりますよね。あのね、みんなで起きる時間を決めておいて、はいはい、起きたら起きましたってにっこりマークでメッセージする。なるほど。3つにっこりが揃ったらお寝坊を回避できるんです。なるほど。いいな、なんかアルストロミリアっぽいですね。いや、すごい微笑ましい。やった。やっぱ大崎家はあれなのかな、2つポンポンってくるのかな。それとも天田さんが起きた瞬間に起きましたやって、でその後天下さんを起こしに行くのかな。もうなんか天下さんを起こしに行くっていうので決定しちゃってるけど。あ、いいな。じゃあ天名はあれ、レッスンで褒められた日は虹色ケーキ。うん、それもいいわね。なんでしょうそれ、虹色ケーキなんてもの食べてるんですかね。虹色ケーキ、テロップがうるさいな。テロップの色がうるさいな。スポンジが七色のケーキなんです。すごいな。私たちのお気に入りのカフェにあって、褒められた日限定で食べに行くんだよ。いいですね。本当は毎日食べたいけど。特別なご褒美なんだよね。毎日褒められるように頑張ろうねっていう話ですかね。いいですね。最後、じゃあちゆきさんですね。やった、お願いします。ちゆきさん、あ、なんだ、ピー行っちゃうのね。またよやってもこう。私の所長性なんてまるでおもちゃのようにユーズペイ。今度はピーはピーでそっちに行くのめんどくせえな。アマナ、最近地理の予習ができてないかも。あら、いい勉強の話ですが。
無抵抗のプライドと背中合わせ。天下はお茶碗洗いの当番忘れちゃった。大変じゃないですかそれ。なんかでも学校とかお家のことは関係ないもんね。そうだ、事務所の冷蔵庫なんだけど。冷蔵庫の話？急いでたりすると自分の食べ物に名前を書くの忘れちゃうでしょ。はいはい。あー、それみんなの決まりだけど。うん、よく忘れちゃう。気をつけなきゃ。アマナ、もう絶対忘れない。天下も忘れない。絶対っていうの自信ないけど。怖いですよね、そのなんかガチャってあげて名前書いてないっつって誰のってなんか怖いよね、正直ちょっとね。うん、そうだよね、忘れちゃう時だってあるもん。でもきっとそのための T なんじゃないかしら。 T？ あ、トライね。そっか、次はトライの番だもんね。どうやったら忘れないか考えよう。なんかそのレッスンの問題とか、こう次にライブに控える問題とかではなく、あの冷蔵庫の食べ物の問題なんですね。はい、超大きな字で冷蔵庫に書いておく。あー、なあちゃん早い。なかったらプリン1個寄付する。いやーすごいですね。書いてないものは強制的に外に出しちゃうとか。あーそれは書かなきゃピンチだよね。そうですね、物によってはだいぶピンチですよね。うん、でもなんだかどれも怒られちゃうイメージね。もっと自然に書こうって思えるような。あ、じゃあ付箋とペンを冷蔵庫にセットしておくっていうのどうかな。いいですね。あ、素晴らしいですね。ああ、やりやすいよね、それの方がね。それならやれそう。あ、プロデューサーいたんだ。プロデューサーいたんだね。今回全然出てこねえなと思ったら、プロデューサーいたんすか。プロデューサー氏乱入じゃないのよ。いたんだね。そりゃいるよね。おい、裏方の人間が入ってくんなよ、お前。マジでどうでしょうになるだろ、そしたらお前。だけど、これは自分で気づいたプログラムじゃないんだ。この前、葉月さんが困っててね、賞味期限の切れたものがそのままになってるって。誰だ。それでお仕事を後ろで支えてくれてる人たちに何でも甘えちゃいけないなって思って。でもなんかメンバーこの時ってどうですか、ストレイライトが入ってるくらいかな。だったらなんかでもね、忘れそうな人あんまいなそうだけどね。ちゆきさん、あ、なんてなんだかお説教みたいでごめんなさい。自分がそうだなって感じただけ。ううん、アマナね、もう絶対絶対忘れないから。そうですね、葉月さん大変だからね。あの人ほんと仕事量多いから。天下も冷蔵庫のお掃除もお手伝いする。ちなみにそのなんか賞味期限切れてたやつ、社長って落ちないんですかね。なんかそしたら面白いのにね。支えてくれてる人に甘えちゃダメだよね。二人とも。うん、うん、お、いい時間でした。
お昼休みですか。お昼休み。ですが、食べるものがあれですもんね。サイコロで決めるって言ってましたもんね。どういうことなん？食べるものをサイコロで決めますっていう話じゃなくて、なんかその飲み切ったらでないですよね。 なんでそんな急にバラエティ出してきた。これってもしかして、なんだろう、青汁とかですかね。センブリ茶ですか。苦い方のやつですね。え、何？すごい、なんかあんなフォント初めて見たね。なんかアルストロメリアってああいうフォントイメージないですか。なんかウマストロメリアもさ、あれってカードに書いてあるの。でも書いてある、あってるね、確かね。ウマストロメリアって書いてあったりとか、なんか結構そのアルストはフォントで遊んでるイメージありますね。あのね、すっごく苦くって。これちなみに、あの、なんか一番最初に飲めた人だけ食べれますとかではなく、飲み切った人からなんですね。じゃあ一応全員食べれる分には食べれるんですね。対決にはならないと。じゃあこれを飲むゲーム。デンカちゃん、センブリ茶ってでも実際どんくらい苦いんですかね。私ちょっと飲んだことがないと思うんですよ。うー、これ苦手。これだったんですね。アユがに、あ、でもアユだけはダメ。あ、じゃあそれ違うわ。アユは味わさせてくださいって言ったのか。じゃあ千代木さんこれだったんですね。アユが苦手なのかと思いました。どうも、まさかあの聞いてるとは思いませんでして、あ、ごめん、ちょっとイヤホン取れちゃって。ちょっと2話ね、この話が1話が終わったらちょっと切ろうかなと思ったんですけど、1話迎える前に切れちゃったね。あ、アマナちゃん無理しないで。頑張って頑張ってて。なんだそのスタンスは。無理。せっかく最高のホームルームだったのに。やはりサイコロはそう簡単に終わらないということですね。1話早かったな。なんか今1分経ってないですね、撮り直してから。すごいね。じゃあ次2話いきますか。いきましょう。天下は大丈夫。いきますか。化粧水コンビニで買わなきゃ。遠慮しないで、私のも使ってね。千由紀さん、あれはありがとう。お昼は取れたんですか。やっぱり心配。うん、ちょっとだけ。あ、ごめんなさい、ちょっと音鳴りますね、すいません。よし、 OK です。なんでしょう。ゲーム終了。勝者天奈さん、千雪さん、敗者天下さん。ああ、何、飲め、なん別のゲームかな。罰ゲーム。かわいそう。めちゃめちゃ怖いじゃん、かわいそうだよ。さすがにそれやめようぜ。まあでも一応宿泊施設だもんね。まあそうかそうか。アマナ、本当にびっくりして。さっきプロデューサーさんに詰め寄っちゃったの。そりゃそうだよ。もうかわいそうだと思うもん。そんな話聞いてない。天下ちゃんが一人になっちゃうんだったらアマナが変わるって。どうなんでしょうね。まあでも成長のためって言ったらそれまでなんですかね。うん。そしたらね、プロデューサーさんに言われたんだ。あ、天下の気持ちを聞いてみようって。いい、ね、うん、いいね、千雪さんの相槌。天下ちゃんは大丈夫って言ってた。うん、一人で平気って。
でも、なんか罰ゲームの時間が長すぎるよね、なんかね。墓地で宿泊ってなんか長いよね。なんか一瞬で終わることでいいじゃんとは思うんだ、正直。天下ちゃんもお仕事で来たんだもんね。天菜ちゃんも私も、まあ、ただこっから何かお話が展開するんですかね。うん、天下さんに何かあるのかな。でもじゃあないんだよね。物分かりはいいんだね。天下ちゃんが心配なんて言ってるけど、多分天菜が寂しいだけなんだ。そうなんだ。だから化粧水も渡してきちゃった。おお、天菜の代わり。なるほど。そっか、私もね寂しいよ。だから何か渡してくればよかった。千雪さん。天下ちゃんを信じなくっちゃ。でこの二人はじゃあ別の場所に泊まるんですか。部屋を開けるだ。でもバス乗ってるもんね。きっと天下ちゃんも天菜ちゃんが信じてくれてるって信じてると思うから。うんうん、天下ちゃんのお仕事は一人の夜を目いっぱい楽しく過ごすこと。そうだね。それから私たちのお仕事も今夜を目いっぱい楽しく過ごすこと。そうだよね。見てくれてるお客さんたち楽しくなくなっちゃうもん。うんうんうんって言ってばっかり。そうだね。じゃあ寝る前に天下ちゃんのところに行っちゃおうか。おお。え？うんじゃないんだ。え、うん？でもどうやって？だって番組のルールは。あのね、カメラを持って潜入撮影に行くの。なるほど。それなら立派なお仕事でしょ。ちゆきさん、それすっごいアイディアだよ。お風呂行かなきゃ。でも廊下暗い。まあ一応学校だからね。でもなんか宿泊施設になってるんだったらなんか電気ぐらいつけといてほしいよね。毛布。銃。おい、銃。どっちにしよう。どっちもかっこいい。あ、何、銃かってことですか。うん、オートマ、リボルバー。が有利かな。リボルバーって何でしたっけ。オートマはあれでしょ、あの電動みたいなやつですもんね。すごいなんか。リボルバーってあのなんかちっちゃいやつ、ロシアンルーレットに使うやつってリボルバーだっけ。どっちもじゃダメ。どっちも。5分経過ね。5分悩んでたんですか。まだ悩んでる。天狗さん面白いな。こっちで行く。あ、10分かかった。でも10分で決められたんだ。銃があれば暗くても怖くない。なんかいいミッション。任せて。かあ、でも頼もしいな。スタッフさん、ゾンビいるかな。いてほしいタイプのいるかなの聞き方ですもんね、それね。こうやってバーンバーン。かわいい。天下スタッフを駆逐中。なんだろう、どうした。
気を取られてるとこっちからも来るから。そうですね。バン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 、リロード。リロードってなんか日本語で書くとそうなるんですね。お見事。なんかリロードを日本語で書く意味あった。ねえ、ありがとうございます。こだわりかな。ああ、よかった。お風呂行ってきます。はい。気持ちよかった。ああ、出てきた。ジャージなんですね。あ、髪傷む前に、そうですね、ちゃんと乾かして溶かさなきゃ。そうですね。なあちゃんがいつもやってくれるみたいに。あれ、腰置いてきちゃった。うん、お部屋まで我慢しなきゃ。あ、てかお財布も。あれ。ない、お部屋に置いたままだ。コーヒー牛乳飲みたかったのに。ジュン楽しくって忘れちゃってた。ジュン楽しくってそいつは良かったですね。だから楽しかったならいいや。でもお化粧水は忘れない。そうですね、天野さんからもらったものですけど、もらったというか渡されたものですからね。天下さん平気なんですね。天下は大丈夫。うん、今行きます。あ、銃持ってる。なんか2は早くない？ 2は短くない？ちょっと銃しっかり持ってねえ。なんて言うんだっけ、あれ、なんかあれカチャってるやつ、なんだっけ。なんかあるじゃん、あれカチャってなんかやるあれあったよね。まあいいや。次いきますか。二人と一人の夜。なるほど、ラストですね、これとかね。高級懐石。チアユ天ぷらでいただくのね。へえ、そう、チアユってアユの子供ですか。いい香り。美味しいです。うまい。あれで食事シーン全カットじゃないですね。うまい、食事シーン全カットじゃないんだね。では天野は肉料理の方を食べてみます。なんと A5 ランクだそうです。しっかりレポしてますね、素晴らしい。素晴らしい。おかわりだとかで済ませないですね、素晴らしい。ロブスターだ。いいか、そしてまた4時間後には食うんだ。うん、これはスパイ。シンガポールスリング、また飲んでる。ベリーナイス。いただきます。あのシーンめっちゃ好きですね。ジャングルリベンジのあのラッフルズホテルのビュッフェのシーンめっちゃ好きです。あのシーンだけめっちゃ好き。おいしい？うん、アマナ、こんなにおいしいの初めて食べた。そっか。あ、サイコロここでやるんですか？なんで？いい感じで食べてたのに。待ってください、アユだけは
これだけはちゃんと味わって食べたいの。ちぐさ、あゆ好きなんですね。食事中のミッションってなんすか。あだんだんなんかちょっと理不尽なサイコロ感が出てきたな。何をするんだろう。 NG 食レポ言わずに食べたら、なんか NG 食レポ言わずに食べたら豪華デザート。あ、なんかこれだけ見るとあれですね、罰ゲームの内容があるのかないのかによりますけれども、これだけ見たらなんかね、リスクの割にリターンが大きいですね。っていうと、アマナちゃんと戦うってことね。デザートがかかってるとなれば、千雪さん相手でも容赦しないよ。正々堂々頑張りましょう。なるほど、柔らかい。アンマナさんが柔らかいってダメってことですね。いただきます。いけるかな。いいですね。食レポがお隣にならないんですかね。大丈夫ですかね。アマナちゃん、すっごく手ごわそう。いいって何が？あ、質問ができるんですね。いいはセーフなんだね。この歯もいいですね。もうアマナちゃん、歯物何がいいの？ハモの食感っていうのは危なそうだから。鋭いね。顔、多分ハモの顔がいいですね。なるほど。何それ、顔は今見えないでしょ。いや、顔がいいハモは美味しいってことですよ。いや、知らないけれどもね。あー、素晴らしい。千秋さん0ポイント。やった、うまくいきました。アマナちゃん強いんだもん。悔しい。ねえねえ、 NG ワードは何だったの？柔らかい。うそ、危なかった。アマナ一番最初に柔らかいって言おうと思ったの。余計に悔しいな。大丈夫かな、千雪さん。千雪さんこういうの苦手そうなイメージあるんだよな。いいだし、なんかむ、難しくない？いただきます。引き出せますか？あ、いった。いいおだし。あれ、こんなに初手一発目で言う？ちゆきさん、アウト。先頭打者ホームランじゃん。リードオフホームランじゃん。え、なになに、私まだ何も言ってないのに。いいだしが NG だよ。だっていいおだしなんだもん。かわいいな、ちぐさん。かわいいな、相変わらず。あ、まだ続けるんすか。A セットが生姜焼き、B セットがナポリタン、C セットはアジフライ。なんか定食、定食じゃない、喫茶店っぽいですね。喫茶店なんですかね。なんかナポリタンだけに引っ張られてないか。どれにしよう、迷っちゃいますね。教えなくていいじゃない別に。かわいそうに。教える必要あったか。アマナだけデザートごめんなさいでした。美味しかったです。真面目だな。アマナちゃんが美味しかったならよかった。何のデザートだったんでしょうね。良い勝負でした。ごちそうさまでした。教室でアニメ。
たくさん見ても怒られない、教室だけど怒られない、いいですね、楽しそうでよかった。ねえ、なーちゃん見て。あ、いないんだね。あ、そっか、お家じゃない。うん、日直は天下、名前を書きます。ここですね。今日の授業はお風呂と銃と、お、まとめですか？ A セット、あ、生姜焼きにしたんですか？生姜焼きか和牛、あゆ、はも食べたことない。そうですね。なあちゃん、ちゆきさん。でもこれなんかここで止まると黒板が自由に使えるのなんか面白そうですね。ちょっと面白い。こんな大きい黒板を使えるわけでしょ。ちょっと面白そうだよね。それからだいじょうぶ、うん、ねえ、天下は大丈夫、大丈夫にする。うん、あとは寝るだけ。そうですね、寝て起きたらお仕事ちゃんとできてる。うん、おやすみなさい。潜入は大丈夫なんですか？いつ潜入するんですか？また窓なんか当たった。下誰かいるの？2階。怖いね。そしたらね、見に行くんだね。勇気すごいね。この部屋か。天下ちゃん、ああ、こんばんは。なあちゃん、ちゆきさん。潜入撮影だよ、天下ちゃん。広いよね、一人で使うにはね、部屋がね。それはすごいよね、なんか。ああ、ありがとうございました。いやー、終わりましたね。なんかすごい。いいね。なんか、面白いんですけど、なんか、天下さんがこう、すごい際立つというかね。報酬は天野さんなんですね。というところで、見てまいりました。貫禄クエストロメリアサイコロ編。前半でございましたけれども。まあ、本当に面白かったというところで。次が後半ですね。なんかちょっといいですね、こういうバラエティ番組ですと、やっぱりこうすごい常に明るい雰囲気で進むんですけれども、やっぱどっかでね、ちょっとこうまあ悲しいというか、まあこのエモーショナルなところにも浸れるというところで、全体がこう暗くなりすぎないっていうのが私好きですから、まあ、ずっと言ってるけどね、イルミネもこうわちゃわちゃしてる方が好きって言ってますし。じゃあなんでお前は最初にノクチュルやったんだって話かもしれないけど。またそのキャラの好みとは別じゃないですか。というところでありがとうございました。チャンネル登録の方もね、お待ちしてますので、よろしくお願いします。ではバイバイ。